今日本に住む外国人はおよそ120カ国80万人。そのうち韓国籍、朝鮮籍の人たちがおよそ67万人です。一番多く住んでいるところは大阪府で、中でも市内の生野区周辺にはおよそ6万人もの人たちが暮らしています。それは生野区から平野区に流れる平野川の改修工事に大正から昭和の時代にかけて多くの朝鮮人労働者が集められたことや、1923年に朝鮮半島の最終島と大阪との間に海の航路が開かれたことなどからです。歴史は不思議な結びつきを生み出すものです。ここ生野区を中心に広がった地域は古代の頃百済の郡などとも呼ばれ、朝鮮半島から新しい知識や技術を持って海を渡ってきた人たちが開いたところでもあったのです。朝鮮半島と日本列島との結びつきは古く、弥生時代前後から朝鮮半島の文化が日本列島の文化の形成に大きな役割を果たしてきました。特に5世紀の後半から7世紀の後半にかけて、高句麗、新羅、百済の国から繰り返し渡来してきた人たちが新しい文化を伝えました。その中心が仏教文化です。6世紀の終わり頃、今の奈良県飛鳥村に日本で初めての本格的な寺院、飛鳥寺の建立が始められました。その頃政治を司っていた蘇我の馬子が宇治寺として作らせたものです。完成までに1期2期と工事が行われ、少なくても10年以上の長い年月がかかったようです。今でも阿呉院に本尊の飛鳥大仏が伝えられています。これはその飛鳥寺に使われていた瓦です。朝鮮半島の百済で出土した瓦とよく似ています。また飛鳥寺の伽藍配置は高句麗の青岩礼拝寺や定領寺跡のと似ています。こうした伽藍配置がやがて変化して斑鳩の里に建てられたのが法隆寺です。法隆寺は一度焼けてその後再建されたものですが、飛鳥時代の建築様式を今に伝える世界最古の木造建造物です。その頃の人たちは今まで見たこともない立派な塔や金堂が現れたのですから、きっと驚きの目を見張ったに違いありません。五重の塔と金堂を物差しで測ってみると、中国の東尺だと端数が出るのに、朝鮮の駒尺で測るときれいに割り切れるとされています。この柱と柱の間も垂木の間隔もそうです。朝鮮半島から伝わった駒尺を基準にして建てられたのでしょう。この法隆寺を作らせたのは聖徳太子です。太子は仏教を広めることに力を入れました。新しい思想である仏教を太子はどうやって学んだのでしょうか。その頃飛鳥寺へ来ていた高句麗の僧衛二たちから教わったのです。衛二は20年ほど日本に滞在し、特に太子に思想上の大きな影響を与えて帰国しました。聖徳太子と妃が病気になった時、その回復を願って太子と同じ背丈に作られたと伝えられる法隆寺の代表的仏像、釈迦三尊像。作者は蔵の帯人、すなわち
有名な鞍作りの鳥です。鞍作りとは馬の鞍などの製作に携わった集団で、後に仏像なども作るようになりました。鳥はその代表的な百済系の仏師です。そして太子が亡くなると、天智国を偲んで妃の一人橘のイラツメがこの天智国州庁を織らせました。日本最古の刺繍画です。指揮をした比べの旗の熊、下絵を描いた大和の綾の負け、駒の加勢、綾のぬかこり、いずれも朝鮮半島からの渡来人です。仏教の伝来とともに、建築や絵画、音楽などの専門家や儒教、道教などを教える知識人がたくさんやってきたのです。ここは奈良県飛鳥村。大和の綾氏の伝えによれば、応神天皇の時、朝鮮半島から綾氏の祖先阿智の御らが多くの民を率いて渡来し、飛鳥村日の熊を本拠にしたと言われています。その日の熊寺の跡と、綾氏の祖先阿智の御を祀る御御足神社、飛鳥といえば、先の飛鳥寺を作らせた蘇我馬子の墓といわれる石舞台古墳のあるところです。そしてあの極彩色の壁画が発見された高松塚古墳もあるところです。朝鮮半島で発見されている壁画と比較してみましょう。女性の衣装などは特に似ています。飛鳥村は渡来人の本拠地の一つだったのです。この飛鳥村日の熊を本拠にした人たちを大和の綾氏と呼んでいます。一方、今の大阪府羽曳野市古市のあたりを本拠に、河内の綾氏や河内の文氏と呼ばれる百済系の渡来人が住んでいました。ここ河内にも古代の飛鳥があったのです。今も飛鳥川が流れ、この川を読んだと考えられる万葉の歌碑が立っています。またこの地域を開いたと考えられる飛鳥辺の君や宮津湖などの祖先を祀る飛鳥辺神社なども残っています。そしてまた7世紀の半ばの頃渡来した百済王善光らの一族が、あの百済の郡とも呼ばれた地域にも住んでいたのです。今でも百済という呼び名が各所に生き続けています。またその他の土地にも別の集団が移り住みました。古くから詩や歌に詠まれた京都の代表的な名所嵐山、この桂川、またの名を大井川と言います。738年の頃までにこの大井川に堤を築いて灌漑工事を行い、
周辺の農地を豊かにしたのが旗氏です。旗氏はその伝承によると応神天皇の時、朝鮮半島から柚木の君を祖先として多くの民を率いて渡来し、京都盆地をはじめ各地に住んだといわれます。京都市太秦にある広隆寺の前身は元加度の旗寺とも呼ばれ、旗の川勝が聖徳太子から与えられた朝鮮の仏像を本尊として建立した寺です。永遠の微笑を浮かべた国宝第一号の弥勒菩薩半跏思惟像。その頃日本で作られた仏像の多くはクスノキが用いられているのに、この仏像は赤松を用いており、朝鮮半島で彫られたものではないかとされています。韓国の首都ソウル国立中央博物館にある金堂弥勒菩薩半跏思惟像と比べるとそっくりなのに驚くほどです。ここ太秦の地名も旗氏の伝承から来ているくらいで、京都には渡来の人々とゆかりの深い寺社や史跡が多いのです。旗氏の古墳とみなされ、山城で最も大きいと言われる石室、太秦の蛇塚。旗の鳥が創立した松尾神社、旗の中津家の忌み木が祖先を祀り、旗氏が歴代社家となった伏見稲荷大社、その他新しく渡来した今木の神などを祀る平野神社、高句麗からの渡来の祖先とゆかりのある八坂神社。今の祇園周辺は古くは八坂郷といい、日本三大祭りの一つ祇園祭りはその八坂神社の祭りです。また関東地方でも武蔵の国に駒の寂光が中心となって駒郷を開きました。寂光の子星雲がその子高句麗の僧松楽のために建てたといわれる駒山正殿院松楽寺、そこに寂光のものと伝えられる墓があります。また近くに寂光の御霊を祀った駒神社があります。青によし奈良の都と歌われた平城京、8世紀になると都が今の奈良に移りました。その奈良の都に立つ東大寺大仏殿、高さ16メートル、重さ250トンの大仏を作るのには優れた技術が必要でした。その大仏の鋳造の監督をした人は百済系渡来人の子孫国中の村寺君麿です。君麿は法華堂の不空賢尺観音像をも作った人で、華麗で荘厳なこの仏像を見ても優れた仏師であったことがわかります。